こんにちは、肉です。今回は昨日私がこちらの動画にした K-Con Japan についてなんですけど、ファーストラインナップが出たということで、まあ、日にちだったりとかも多分分かると思いますし、まあ、今後ね、まだこれファーストラインナップなので増えると思うんですけど、まあ、20のね、何日に出るかっていう日にちは分かりますので、ちょっと一緒に見ていけたらなと思います。私としてはね、やっぱケプラと一緒の日になると思うっていう予想を昨日友達としてたんだよね。だからま、そこは、 そうななんじゃないかなととと思思ううし逆にエンミックスとは絶対離れると思うんですよねなんか前もエンミックスとは違ったんでやっぱ同じ事務所だと日にちは離れるのかなっていう印象ですまあエンミックスとのコラボ見たいんだけどねファーストラインナップということでおおきひょんさんきゅひょんさんきひょんさんですねモンスター X もね1人なんですねもねくはでも今回スターシップアイブさんが出そうだったからそういうことかな あるセラフィムね14日なのねこれ金曜日なんですよね平日というねバチバチるくなバチるくなもう楽しみまあ行きたいわあエンミックス見たい普通にめちゃめちゃ見たいじゃんこれは皆さんも多分見たいですよねエンミックスカメバもしますしねもうすぐ 嘘びっきょらびっきょじゃん。え、TNX ってあれですよ。あの、ラウドからできたグループですよ。私めっちゃ好きなんだけど。マジで。ラウドのね、JIP 組どうなってるのってぐらい JIP はちょっと動きがないんですけど。マジか。アイブお十これが15日になるのかな ?2 日目だ。アイブ新曲も出ても勢いやばいからね。これはもう本当に気になる。ええー、15日か。土曜日。 やっぱ日本でねやっぱこの前も結婚出ててめちゃめちゃ人気といえば JO1 さんだと思いますので JO1 さんの日もやばいぞ15日あ <laughs> テンション待ってニュージーンズちょっとニュージーンズに関しては言いたいんですけど私ちょっとこの前ミュージックバンクね韓国のに入ってめっちゃ可愛かったのしかもめっちゃねもうやばかったのちょっとまた動画にするんですけど本当に良かったんで。 いいいやこれはいいなお16日になったということはもう16日しかないよね。ちょゆりさんですね。お16日に20が出るのかなこれは楽しみ。うんユリさんと一緒なんだ。なんか昨日ね予想で友達とアイズワンさんとかだったメンバーは一緒の日になるんじゃないかなっていう予想してたんですけど結構全員離れてるって離れてるね。アイブさんとかルセラフィムとかちョユりさん。 うんケプラーさんですね。ケプラーさんケプラーですね。<laughs> えー、ここ一緒だと思ったわ。楽しみなんだけど、ケプラと二重一緒って。来た鳴らあー、うしい。皆さん16日取りたいよね、チケット。私も取りたい、本当に。うわ、てか、全日程いいんですけど、どうしよう、普通に。本当に全日程好きすぎ。 あテンペストさんね、うん、テンペストさんもすごい良さげだから楽しみですいやー私的にはねやっぱ全部めちゃめちゃ暑かったなっていう正直印象なので全部行きたいかもしんないよでもやっ,やっぱり16日はもう確実に撮りたいなって気持ちいっぱいなんですけどわほんにね全ての日にちやっぱ渓谷って暑いなって思ったし渓谷ってすごいね楽しいイベントだと はいでここからねチケットの取り方についてお話ししようかなと思うんですけど、まあ、チケットね私前回の日本の渓あの何月だっけ6月だっけの時とかあったじゃないですかあれは確か私は INI さんのファンクラブに入ってるんで INI さんのファンクラブから応募したっていう形になったんですよでそれで当たるか当たらないかみたいなやつだったんですけど今回はですねもうアーリーバードっていうそのめちゃめちゃ早いやつなんかもう先着順のやつはもう取り終わってるんですよなのでその次となるとエムネットスペシャル パッケージっていうものがあって、これがね、六千九百円の七千円近く、ちょっとかかるんですけど、これに入った方のみの選考がまずあるみたいなんですよね。なので、六千九百円。 もさ入って取るって結構高いし、正直チケット代に関してはもうこれね。1万2000いくらするんですよ。なので、まあその20がそのめちゃめちゃ曲やるわけではないとは思うんですよね。その普通のその20のライブより私20のライブより高いけどもけどもですよ。めちゃめちゃいいんですよ。このライブ、何回か見たいアイドルがいる人にとってはすごくいいと思いますし、何より20がこういうその k-pop の祭典に出るって本当にすごいことだと思うから、まあ、普通に行ける方は行ってみてほしい。なって 普通に思いますしその後に1時からねその3時選考までの,その一般までのがあるんですけども正直そこは一般とかに関してはもうほぼ取れないと思いますまあ、20と一緒だよね最初がやっぱり取りやすくって最後の方は取りにくくなってくると思うので本当にどうしても取りたい方は絶対取れるとは言わないけど7,000円ぐらいのに入ってもらって。 やるるししかないとと思うし、まあ、その皆さんんのの、ね、お財布との相談もあるんですけどただ、本当にスペシャルなね、この日になることは間違いないし、私もこの前話したけど、コンベンションステージっていうもう一つのね、ステージに二重が出るかはわかんないけど、でもまあ他のね、グループも結構出てくると思うし、すごい楽しいと思うんですよね。なので、まあ、ここでね、あ、こういうライブもあるんだな、みたいな、この傾向は一度、まあ違う日でもいいんですけど、感じて見てほしいなっていうのは、私 私の正直な気持ちでではあるのでちょっと皆さんね行ける方のみになると思うし、まあ、これ有明アリーナだっけなんかちょっと遠いので、まあ、その場所的にもねその行ける方ばかりではないと思うしやっぱりそれだったらね二重のライブに行くっていう人もいると思うんですけどでもまあ行ける方は行ってみてほしいなと思いますし私はね、うん、ちょっとこの7000円のに入ってみてやっぱり。 行ってみたいなっていう気持ちがありますので応募してみようかなと思います。やっぱ傾向はね、もう行ける年は毎年行ってたんですよ。で、本当にね、見たい日めちゃめちゃ見て、まあなんか知らないグループっていうか、そのなんだろう、グループ名は知ってても曲とかをそんな聞いたことないグループも結構いたんですけど、生で見るとね、すごいなと思って調べたりとか、私それがね、今までで一番あったのが、やっぱバナワンさんメ当てでね、見に行った時があったんですけど、その時にね、確か宇宙少女が出てて、めっちゃすごいなと思った めちゃゃめちち可愛いいなっっていう風に思ったのでちょっとそういうこともあると思うとやっぱり皆さんにもね一回見てほしいなっていう気持ちはありますのでちょっとね撮り方に関してはちょっとチケットなんかもね撮ってみてほしいなと思いますのではい見てくださいそんな感じでねまた傾向についてのお知らせだったりとかまだこれ一時ラインナップなのでまだねラインナップ増えると思うし多分 MC とかもどんどん追加されていくのでもういろんな情報が出てくると思うしもうやっぱねこのコロナまだ続いてはいるんですけどどん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 こうやって新しくね っきなイベントとかもできていくのは本当にいいことだと思うのでやっぱり私もやっぱこういう日本のイベントとかどんどん積極的に、ね、行きたいなって気持ちはありますのではい今回のこの傾向も行けたらなと思いますはいそんな感じで皆さんの今回のこの傾向についての感想だったりとかまこのラインナップ見てのね感想だったりとかをちょっとコメントにね書いていただけたら嬉しいですそんな感じで本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画も見てくださいそれではバイバイ